厚生省は中華人民共和国中部、長江南岸に位置する内陸部の省。省とは南省市。中国中部の内陸部に位置し、北は湖北省、安岐省、東は石江省、福建省、南は関東省、西は湖南省と接する。省北部は長江南岸となり、巨大な妖孔が広がる。南部は山ちの地形で、 南嶺山脈が関東省との間を走り、湖南省との間のラオゾラ山脈には中国、共産党史上有名な西高山もある。最大の川は、省内を南北に貫く港で、その他、名塚は、信江、港、おさむ水など長江の支流が流れる。略称は、省域は、春秋戦国時代には主に祖国の領域であり、元代には、揚州に属した。 精神の時代は、洋州から公州に分割された。五代十国時代に南東が公州南昌府に都し、これが南昌の起源となった。現代に、現代の正域に近い厚生行商が成立し、民進時代もこれに準じた。秋夜に、慶徳鎮で陶磁器の生産が盛んになり、海外にまで輸出された。民国時期に、公正南部山間地帯は、 毛沢東の井岡山革命根拠地となり、また中華ソビエト共和国の臨時政府が随金に置かれた。中国国民党の構成により、中国共産党は随金を放棄して、延安を目指す大調整を開始した。章都の南章市を中心に、吉安市、井岡山市、高深市などの地区では、中国語の大型ことの一つである語が話されている。 北部の旧江市周辺と南部の干州市の東郊外では、緩和方言が東部の上、尿州周辺では、暮れ後が北東部の玄剣周辺では、季語が西部の道古県周辺と干州市などの南部では、発火が主な住民であり、発火語が話されている。厚生省の料理は北から順に子、洋湖料理、南省料理、南料理の三流派に分かれるとされるが、 厚生料理と総称される。米食文化地域に属し、総じて醤油ベースで唐辛子を使う料理も多いが、周辺地域を中心に、暗記料理、石膏料理、コナン料理、発火料理などの影響が見られる。株に11地球史を管轄する。詳細は、株データボックスを参照。孫安氏、厚生方言語音研究五文出版社、2007年、北京王、編。 な構成科学技術出版社、1993年、南所。ありがとうございます。